ここまでのファイナルファンタジー13-2。どこ？これで決まりだ。社会が変わっても自然は変わらない。都市の多くが荒廃。待ちくたびれたぜ。小さいプリンがいっぱい。どこに向かってるんだろう。ついていったらオーパーツ発見なんてね。ありえるな。時の歪みに引き寄せられてるのかも。追ってみよう。頼んだ。クポダメダメ。クポモーグリ何に反応してるの。どうやらツタだな。あそこはモグツタに捕まって渡るんだ。了解。迷ったらツタを探そう。よっ、ノエル。年は18。年下か。プリンは生理的にダメ。ヌメッとテカってベトッと粘ってありえない感じ。お客さん、ちょこっと買い物してって。で、あのプリンどうにかして。
頼んだ。クポン。クポクポ。なあノエル、お前はなんで時を超えたんだ。滅ぶのを止められると思った。滅ぶ？人間がいなくなる。そう、世界の終わりだから変えるんだ。俺にしかできない。モグ、そこだ。これもクリスタルか。俺たちの思い出と同じだなあ、セラ、覚えてるか？私の涙のクリスタル、うん、セラはあるんだよな、クリスタルになったこと。うん、その瞬間はすごく寂しくて怖かったけど、うん、すまねえ。うん、でもずっと夢を見ていたような気がするんだ。いつかまたみんなのところに帰れるって、希望の夢。クポ？そうだって信じたいな。ファングとバニラには楽しい夢を見ていてほしい。未来では女神の娘たちが国運を支える柱になったって伝わってる。あいつらは女神なんて柄じゃなかったけどな。
ダメだ、ここは危ない。鉄柱、俺たちの叶う相手じゃない。おい、デカブス刺激するな。この先に行きたいんだ。悪いけど、乗せてくれねえか。反応ないね。オーケーなんだろ。嫌なら嫌って言うさ。食われるぞ。俺はひょっくれとよっよっ、怒った。気持ち
ちがいいらしい。こいつ背中が痒かったのかもな。お前らも乗れよ。範囲が広がりそうだ。セラ、助けてここ。よろしくね。お願い。ここ。先はあっちだな。行こう。
行進のゴールが見えたぜ。追い払って、オーパーツを探そう。
ノーチラスの遊園地にいそうだ。私もそう思ってた。ぬいぐるみかマスコットって。遊園地って？あ、そっか、知らないんだ。たくさん遊ぶものがあるところだよ。ここみんなが平和に暮らしていた時代のものだから、ノエルは知らないかもね。どんな世界から来たんだよ。少なくとも機械や文明に縁はなかったな。バニラやファングみたいなもんか。道理で、あいつらと言うことが同じだよ。同じって？グランパルスの生まれでね、初めて来た国運が珍しかったんだって。気が合いそうだよ。いつか会わせてやるよ、必ずな。
ゲート外れじゃねえか。今持ってるオーパーツじゃ開かねえ気がするんだよな。
ないとね。あのプリンを倒すヒント必ず見つけないと。気楽に行けよ。真面目なのはいいけど、思い詰めてるとつまんないことでこけるぞ。そうだね。ここそれじゃ行くか。試すのは止めないけど。何か問題？それぞれの道にそれぞれの扉がある。他人のゲートを通ろうとすると、ほら、ここスノーは一緒に行けないってこと？うん、留守番。ついてねえな。俺たちがいないからって無茶するなよ。一人で戦おうなんて考えたら怒るからね。おとなしくしてるって約束。分かってるよ。ま、ああいうしかない。Thank you.